アメリカのバイデン大統領は次期駐日大使にオバマ政権の首席補佐官、下院議員、シカゴ市長などを歴任したワーム・エマニュエル氏を指名する方針を固めました。エマニュエル氏は当時副大統領だったバイデン氏と共にオバマ政権を中枢で支えた人物で、オバマ氏の右腕と評される大物。昨年の大統領選ではバイデン氏の資金集めにも貢献しており、現在でも直接電話ができる間柄として知られています。駐日大使にはいわば論功行賞として時の大統領を支えた人物が選ばれることが通例になっているのですが、日本とエマニュエル氏との間にはそこまで接点が多いわけではない上、乱暴の異名も持つほど気性が激しいことから政敵が多く、上院で承認されるかはまだ不透明であるようです。この件はアメリカ国内でも非常に大きな話題になっており、就任前の大使の話題としては珍しいことに、翻訳元の一つでは1000を超えるコメントがエマニュエル氏に対する様々な評価が寄せられているのですが、シカゴ市長時代を知るアメリカ人からの評価は最悪に近く、そのような人物が駐日大使になる見込みとのことで、日本に対する謝罪や同情の声が続出していました。寄せられた反応をまとめましたのでご覧ください。